参りましょう。次の試合、サイレントキラージョイント VS ゴメス、出てきてください。同じく先行の方にビートを選択していただきます。聞きましょう。まずは柳武さん。はい、こちらもケンジさんです。さあ、ユノ。こちらの2つからです。ではじゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんほい。ここで、はい、ここではゴメスにビートを選んでいただきましょう。柳武さん、こういうの、柳武さん、お願いいたします。8の4本参ります。先行ゴメス、後攻サイレントキラージョイント、レディーファイ。サイレントキラージョイント、はじめましてのように見えるが、8年ぶりだな。ピースピース、誰かステージの上何度も立てるわけじゃねえ、たった1回かもしれねえ。いや、ここでお前と握手ではなくライブで拍手を浴びられることが最高に嬉しいぜ。いや、次から次流れてくるビートを俺らのものにしようぜ。思い出すこと、2017 2月神戸でのライブでな、俺が上駅前最後だってお前は泣いてくれたよね。俺は恩返ししてく音楽、俺のバースにソウルが乗っかる、どっかぶっ飛んでくまでお前を喜ばしてくバース、耳元でかまさ。最高だぜ、いつも最高だぜ、インターネットの中ずっと見てだぜ、この日を待ってだぜ、こう言える相手はそうくねえ。いや、今日この日お前だけ。ええよ、お前は身に合わねえ、衝撃を超えてきた、そしてステージに登ってきた、俺もいるぜ。俺は知っているヒップホップのパワー、マイナスをプラスに変える力、分かってんだよ。俺はマイナスを音楽でしょうか、リリースしていく音源、皆が食らっていく人生を変えていく音楽はいつも心、ソウル、歴史、記憶、全てに残る。そうだ、ノーペイノーゲインなんてクソみてえな英語は使わなくていい、俺らは痛みを知ってる、吐く必要もねえ、ただ知っている、それをビートの上に走らせている、それだけで十分かもしれねえ。なのにもう新聞カープになるくらいに熱く燃え上がったものをわざわざ言葉にしている、それがラッパー、どうだよ。俺もゴメスも痛みを知ってる、痛みの先にある優しさ分かってる、どれだけ辛い分人に優しくできるかよく知ってる、フェイストゥーフェイスとか心と心の対話、昔からお前最高、昔から知ってる、ずっとこれからも友達だよね。そうだぜ友達、そう言えるやつ、だったら上に上がるために何が必要、まず俺は言いたい、俺とお前で定時してるのはここのバトルだね、お前ら全員の人生、ライフ、全てのゲージ、ステージを1個から2個、10個上に上げろ、レベルミュージックどころじゃねえ、ヒップホップはお前ら一人一人のためにやる。見ときな、じゃあ俺がステージからお客さん、音楽性のレベルはランクアップさせてく、アップアップな息じゃやってられねえ、俺はエスキラ、関西の方淡路島から響かせに来た、東京渋谷、俺田舎者でも大都会でも通じるラッパー。終了。さあ、最高の勝負、どっちか片方両方にあげるなんてやっぱなことは当然しないでしょう。聞きましょう。先行ゴメス、後攻サイレントキラージョイント、もう一回聞いとこう、もう一回聞いとこう、多分決まってる、聞きます。先行ゴメス、後攻サイレントキラージョイント、勝者サイレントキラージョイント、ゴメスに大きな拍手を。最高ゴメス、コメントいただければ。いや、スタイル的なジョイントがケーキを超えた後にステージに降りるんじゃなくてステージに登ってきてよかったなって思うよ。ヒップホップありがとう。熱い熱いゴメス、ありがとう。
Yo, マジで操作22章調子はどうでしょうか。サイレントキラージョイントの頭をつなぐべくジョイントみたいな感じで操作してやるぜ。いや若干もう若干というかすごくイカついんですけど、いや大丈夫ですか。今日さらにイカつきになりましたね。髪型も変えてニグロパンスティルニグロなんで半端じゃないし、あスティルニグロニグロなんで、あじゃあ何今日試合前に髪をしっかりと決めてきたということで、そうですね、昨日パッと行ってきました。行ってきましたか。もうなんか MC バトルもさ常連というかいっぱいだこでさ、たくさん MC バトルも出てるけど、これ MC バトルとかだけを出てるわけじゃなくて、はい、音源もがっつり作ったりね、そうですね、 YouTube やったりライブやったりしてるとこ最高リスペクトですね。アルバムのチャンネル、そうちょっとアルバムのそう宣伝してちょっと試合ちょっと12月30日にめっちゃヤバいアルバム出したんで、どういう風にめっちゃヤバいですか。クラシックになると思います。おお、誰かのメンタリティというかヒップホップの大事なマイナスをプラスに変えるっていう力を存分に注ぎ込んだアルバム、はいはいはい、聞いてほしいです。皆さんチェックしてください。ということでここから MC バトル会話になりますけども、今日試合どうですか。この賞金30万から22勝コンディションの方は、あまあ、あのちゃんと昨日昨晩しっかり寝たんで、はい、体調もやっぱ睡眠って大切だよね。飯食うと、あ飯と睡眠と大事ですね。あなるほどね。まあ、あといろいろということでね、あといろいろ、そうですね、あといろいろ、ごめんなさいね、はい、で、今日ね、一番戦いたくない相手と聞いてみたい。サイレントキラー君さ、誰でも上等みたいな感じだけどさ、あえて言うなら誰与えたくない。やっぱフランケン、まあ、そうっすねみたいなね、フランケンさんと確かに今日出ないよ。ああ、うん、誰と与えたくない僕、いや誰与えたくないとか特に、あ誰でもいいっていう、そうです、結構楽しい、強いて言うんだったら、なんかその人の格を下げてまで自分の格を上げたいような人とは当たりたくない。楽しくないね、まあ、お互いにいいセッションできるような人と当たりたいなと思う。しかも常にね、洋楽の進化、洋楽聴いてね、フローも勉強してるらしいしね、MC バトルって言ってたよね。なんかそうっすね、なんか言ってます。最新のフローでかますみたいなね。そうっすね。そんなサイレントキラージョイント間違いないんで、じゃあラスト、今日の大会への意気込みを一言お願いします。全員倒す、以上。いやマジでそうさ、マジでそうさ、ありがとう、じゃあね。はい、ゴメスに来てもらいました。どうですか、調子は。調子ですか。調子は見ての通りですね。うん、あの良さそうだね。本当ですか。なるほどです。うん、あの悪そうには見えない。本当ですか。うん、頑張ります。バトルはいつ以来になる。前回の戦国以来かな。前回の戦国はまず3年ぶりくらいだったんですけど、うん、そこから3ヶ月後くらいにアドレナリンに出させてもらって、そうだね、うん、それが今年の3月とかだと思うので、うんまあ、そこからまた半年以上空けてっていう感じですな。どうですか、どうですか、バトルの、はい、なんというかそのバトルに対するこう今の自分の向き合い方というか、なんか自分が出る意味があるようにはしたいな。間違いない、うん、まあ、なんか他の誰かでも良かったんじゃないかみたいな、うん、試合にはならないようにっていうだけは絶対に通したいなと思っています。でもやっぱり言葉が唯一無二のゴメスだけの言葉を持ってるから、ゴメスがひとたび言霊を吐き出したらもうその時点でゴメスじゃなきゃできない役割を担ってると思うから、ゴメスが出てくれてラップした時点でその役割を果たしてると思うよ。本当ですか、うん、まあ、そうですね。だから例えば試合はどうなるか分かんないですけど、うん、査定がねどこにいい加点がいくのか減点いくのか分かんないですけど、ね、でも試合がどうなるか分かんないので、うん、そこはもう審査はお客さんなり、うん、審査員なり分かんないですけど任せて、うん、俺は勝負に勝てばいいかなと。そうだね、自分なりのラップをするだけだね。そうですね、うん、はい、じゃあ最後に見てるみんなにゴメスから意気込みを、今日の意気込みをお願いします。今日は自分の一番嫌いな数字の7っていう、なんかまるで幸せラッキーのふりをしている7っていう数字を引いて、それが9時でトーナメントそこに当たったんで、あ一番嫌いな数字が目の前にあるんで今日はいける気がしますぞ。ああ、不幸をください、よろしく。いやーゴメスでした。